はい、今回なんですけど、これからちょっからシンガポールに行ってカジノでもしようかなと思ってます。まあ、マイルで行くんですけど、ファーストクラス。皆さんファーストクラスといえば、まあ、馴染みのない方も多いと思うし、まあ、乗る機会もない人も、まあ、多いと思うんですけど、そもそもね、ファーストクラスって飛行機に乗る前から特別なサービスを受けられるんですよ。まあ、そういったね、一部始終を、この動画ではお伝えしてみたいなと思ってます。で、ファーストクラスの気になる値段なんですけど、多分片道で100万円ぐらいかな、100万しないぐらいの航空券ですね。まあ、時期にもよると思います。でも、まあ、いつもね、僕の配信見てる人は知ってると思うんですけど、マイルで行ってます。そういった話もちょっと盛り込んでいこうかなと思ってるんで、ぜひ見てみてください。じゃあそれでは一緒に旅しましょう。この動画を通して一人でも多くの人が海外に興味を持ってもらって、そして、いろんな景色を見てほしいなと思って撮っていきます。よろしくお願いします。じゃあ行ってみます。なんかね、ちょっと空港で一人でカメラ回すのちょっと恥ずかしいんですけど、まあそこがチェックインカウンターです。エコノミー、プレミアムエコノミー、ビジネス、そしてファーストクラスという風にクラスごとにチェックインカウンターがあって、僕は今回一番いいですね、ファーストクラスのチェックインカウンターで今からチェックインします。こんにちは、三崎様です。はい、ご案内いたします。ありがとうございます。はい、チェックインしたいです。はい、これパスポートなくした。はい、お願いします。ありがとうございます。今チェックインしようとしたら、今回カジノしに行くんで現金持っていくんですけど、だいたい1000万円近くで持っていこうと思ってるんですけど、それはスーツケースの中じゃなくて手荷物にしてくれって言われました。なので今から荷物整理します。大変やな。よし、これですね。これでカジノします。あんまりこんなところで出したくねえけど、まあいいでしょ。はい、1000万これでカジノします。はい、じゃあこれを入れますと。大変ですね。よし、完了。はい、お預かりします。これ現金は向こうで現地で申告すればいいんですよね、持ってるってこと。そうですね、税関通る際に、はい、書けばいいんですね、はい、日本ではしなくていいんですか。はい、分かりました。はい、荷物を預けます。はい、 10.5kg です。重いな。スイートランジご利用いただけます、はい、場所ご存知でいらっしゃる。分かんないんです。大丈夫です。はい、気合いでいきます。ありがとうございます。35番搭乗口に6時30分までにお越しください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ファーストクラスですね。チケットゲットです。これもう無料ですからね、マイルなんで。まあ無料ではないんだけどね、厳密に言うと少し、燃料代かなんかがかかってるぐらいで、いくらもかかってないです。注意点は、日本から100万円以上のお金を持ち出すときは申請しないといけないんですけど、税関で申請します。久しぶりにカジノしに行くんで、ちょっと勝手が分かんなかったんで聞いたら、現地で申請してくださいってことでした。なんでこれ申請しないと結構トラブルになったりしそうなんで、申請した方がいいと思います。ちなみにカジノに行くんですけど、僕ね、カジノはおすすめするかっていうとマジでしないですね。カジノって普通に勝てないんで、普通にどうもとか勝てるようになってますから、お金を捨てに行くようなもんなんですよ。だから僕なんで行くのかなって感じなんですけど、たまにはいいかなってことで久しぶりに行きました。普段は全くしないです。だってお金なくなるもん。皆さんは、カジノは行かないようにしてください。お願いします。でさっきもカウンターで全く並ばず入りましたけども、この保安検査場、これから保安検査するんですけど、そこももう一番優先ゲートみたいなのがあって、ファーストクラス専用のゲートから行きます。はい、今ね、税関を通って出国審査みたいなのを通ったんですけど、ちょっとお前さっきの情報が間違ってたっぽくって、僕今これ書いたんですけど、写すなって言われたから写せなかったんだけど、見えるかな、これ住所出てるわ。日本から現金を持ち出すときは、もう日本でも申告しないといけなかったみたいです。で、輸出の申告書っていうことで、やってみました。僕の聞き方が悪かったのか、さっきの窓口の人はいらないって言ってたんですけど、やっぱ必要みたいなんで、皆さん気をつけてください。これしないとなんかダメっぽいです。はい、100万円以上出すときはちゃんと税関で申告して出るようにしてくれってことを言ってました。しないとどうなるかわからんけど、まためんどくさくてうるさそうだから、みんなした方がいいです。そもそもカジノしない方がいいから、そんな海外に現金持っていくことはしない方がいいんで、僕がやってることはお勧めしません。ということでね、こっからちょっと気を取り直して、まだ時間があるんでラウンジに行きたいと思います。ファーストクラスの、ラウンジがありますんで、そのファーストクラスのラウンジでちょっと休憩したいと思ってます。 ANA のスイートラウンジっていうところに行きます。スイートラウンジはスイートクラスしか入れないラウンジです。間違えた、ファーストクラスでした。ANA ラウンジとこちらですね、 ANA スイートラウンジっていうのがあって、ここはファーストクラスだったりとか、特別な会員しか入れないラウンジです。私一番お預かりいたします。はい、お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。こっちですね。はい、スイートラウンジ行きます。はい、スイートラウンジのコンシェルジュがついてますね。
ここで何でも質問だったりとか相談ができるみたいです。ここもすごい、飛行機がど真ん中ですね。目の前が飛行機ですね。すごいね。もちろん充電設備もバッチリですね。ちなみにお酒は飲み放題です。飲み放題、水ももちろん飲み放題ですし、こういうね、焼酎とかもいっぱいあります。ウイスキー、カンパリ、スミノフ、梅酒まだあります。ビールも飲み放題ですね。これも食べ放題ですね。無限に食べていいらしいです。お寿司、こういうのとか、フルーツ、そしてデザート、サラダ、ここだけじゃなくてこういう料理が頼めます。ラーメン、グラタン、牛丼、寿司、そしてカレーというふうに頼めます。これでオーダーしますね。オーダーしてみます。ハーゲンダッツも食べ放題。太るからやめよう。これでね、頼むんですね。スマホから頼むみたいですね。こんな感じでメニューがあって、こっから頼みます。じゃあどれにしようかな。寿司、寿司だね。いきます。カートに追加。あとは何にしようかな。グラタンもちょっといっときたいね。じゃあグラタンいきます。ピッ、注文します。できたら SMS が来ると。できたみたいです。取りに行きます。ここで受け取る。Please wait for number 2. Thank you. いらっしゃいませ。お待たせいたしました。皆さん、これがね、無料なんですよ。無料、ただよ。いただきます。いやいいね、出発前にさ、優雅なね、お寿司。いただきます。うん、あ、うまい。うん、うん、まあ普通にお寿司屋さんで出ててもおかしくないレベル。グラタンもいただきます。熱っ。あー、うまい。でも熱いけどうまいわ。うん、ちなみに今回の飛行機もマイルで行くんで、全部まあほぼ無料ですね。まあ燃料代ぐらいです。で、なおどうやってこれマイルで行くかっていうと、もうクレジットカードを使うとポイントがもらえるんですけど、そのポイントをマイルに変えて行ってます。で、以前ね、クレジットカードのポイントをマイルに変える方法、そしてお得なやり方は、配信で説明したと思うんで、なんかの切り抜きで見てほしいと思います。僕のね、ファンの方は、結構知ってるんじゃないかな。で、あのカード作った人も多いんじゃないかなと思います。で、まあ僕が今使ってるカードを、概要欄に前に載せたんですけど、そしたら不特定多数の人に紹介するのは規約違反だってことで、カード会社からちょっと怒られちゃったんですよ。なんで今リンク外してるし、なんか安易に宣伝するのはやめようかなと思ったんですけど、僕のこと知ってる人はあのカードですね。あのカードでポイントを貯めてマイルに変えていってます。今回は厳密に言うと、最近僕がいつも使ってるクレジットカードじゃなくて、普通に純粋にアメックスのプラチナカードのポイントをシンガポール航空のマイレージに変えていってますね。そんな感じです。飛行機代にお金をかけるやつは正直無駄よ、マジで。もったいないんで、やめた方がいいですよ。あの賢い人はやっぱマイルで行くし、ホテルもポイントで泊まってます。こういうこと言うと、ケチじゃんとか、お金ないのとか言ってくるやつがいるんだけど、って金持ちってケチだからね。ケチだから金持ちなんだよ。クレジットカードのポイント使ってさ、海外旅行行くのが金持ちですよ。そんなのポン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 現金出してたらなくなんじゃもったいねえし。それがね、大事なんですよ。はい、そこ見え張るとこじゃないから。はい、まあ、ちなみに正直エコノミーでいいからね。だって夜の便だったらさ、まあ今これ、夕方の便で深夜に着くんですけど、ずっとゲームしてればいいじゃん。だから俺全然エコノミーでいいんだよ。だからもしお金かけていくんだったら、多分エコノミーでいくと思います。まあ、フランスとかそういうちょっと遠いとこはね、きついけどね、さすがに。ちなみにね、スイッチ、これがあれば別にエコノミーでも全然へっちゃらですよ。ずっとスイッチしてればいいんだから。で、今このファーストクラスだから12万マイルで行けるんですけど、エコノミーだともっと安いです。マイル取るの何ポイントかな、ちょっとエコノミー取ったことあんまないか分かんないんだけど、2万とか、だから6分の1か7分の1ぐらいでいけるはずなんで、全然これほんとみんな誰でも実現できるんですけど、日々の生活をクレジットカードで切って、そしてそこで貯まったポイントでマイルに変えて海外旅行行くのはほんと普通にできます。これマジでできます。で、なんか楽天ポイントとかに変える人いるけど、これちょっと楽天さんとかには申し訳ないんだけど、本当にこれって良くなくて、クレジットカードのポイントで一番航空券に変えるのがお得です。ポイント単価っていう言い方するんですけど、何に変えたら一番お得かって、商品でもないし楽天ポイントとかそういうポイントではなくて、飛行機のマイルなんですよ。航空券って高いじゃないですか。それがタダでできちゃうんだから、ほぼほんとでかいですよ。おすすめです。
今搭乗口前でマッサージの機械に座りながらちょっと喋りたいと思うんですけど、まあ、今回カジノで1000万円持っていくんですけどね、このカジノにいくら持っていけるかっていうのは自分の経済力を示してると思うんですよ。で僕当然そのなくなってもいいと思って持ってってるんで、カジノなんて勝てないから。やっぱ昔ね、まあ、年商130億の社長で年間利益42億出てるとかやってた時は1000万持ってったんですよね。1000万とか持ってって、まあ、全部なくなって帰ってきたりとかよくしてたんだけど、あれから5、6年経つけど今持っていこうと思ってるのが1000万じゃん。そう考えたらなんか5年前と6年前とかから経済的には何も進歩してねえなってちょっと思いましたね。まあ、もちろん今でもねその収入はあるし、まあ、資産は増えてんだけど、まあ、すごい当時からめちゃくちゃ増えてるかっていうと、まあ、そんな目に見えて何十億増えましたとかじゃないのかな。増えてんのかな、わかんねえな。もう企業価値とかもあるから、会社の価値とかがね僕の資産なんで、だからこういう時に思うよね。あのまま別に脱税事件とかなくて普通に社長でずっとやってたら今より全然お金持ってたんだろうなって。まあどっちの人生が幸せだったんだろうな。発信力をこうやって手にしてみんなに見てもらって応援してもらえる今みたいなね人生と、社長としてね表にはそんな出ないで、まあ、たまにテレビに出るぐらいでやってた人生、どっちが幸せだったんですかね。まあ過去のことを振り返っても仕方ねえし、でもなんかどっかで道を間違ったよな、何かが狂ったんだよな。だからまあ結果的にこういう道に行って、まあ、それでも良かったのかもしれないし、まあ結局未来は自分次第だから頑張ろうと思います。まあ、そんな思いを抱えながらシンガポールに行ってきます。今から飛行機乗ります。なんか俺本当にちっちゃい人間だなって思うね。まあ、そういうこと考えてたらちょっとやむよね。やむっていうかなんかいろいろ考えるっていうか、ね、もっと本当頑張らないとなって思うわ本当に。まあちょっとリフレッシュして日本帰ってきてもっとギア上げて頑張ろう。まあとにかくもう出発しないと、間違った方向に行ってる。なんでだ、人生みたいだ、反対行ってて。よし乗ります。ファーストクラスは別の搭乗口から乗れます。お待たせいたしました。パスポート確認しますね。はい、ありがとうございます。通路は分かりますね。左です。ここだよ。これですね。いい子。Thank you. Yes.はい、飛行機乗りました。今回ねファーストクラスだけど、エミレーツとか、まあ、そういったファーストクラスよりはちょっとどうかな、あんまり豪華じゃないですね。まあ、そもそも隣に人がいるんで個室じゃない時点で、多分エミレーツとかカタール航空のファーストクラスってすごかったなって思います。一応ちょっとアメニティとか紹介していきます。まず、こういうなんだこれ、靴下みたいなのとかがありますね。まあ、使わないんだけどね。でブランケットですね。基本的に使わないんだけど、まあ、必要はある。ここでちょっとこう、自分の充電器。これなんですかね、なんだろう、開けてみましょう。これはなんですかね、防水的なパフューマーですね。パフューマーと、ソープですね、石鹸、ボディーローション。使うこれ。こちらは、まあ、ヘッドホンですね。映画とかを見る時のヘッドホンです。スリッパもね、ちゃんと用意されてますね。スリッパ。ここは棚。これは押すと出てくる。すごいね。ハイテクマシンみたいな。ちゃんと充電は完備しますね。HDMI がついてる。ちゃんと電源があります。開けてくれます。サービスいいですね。ブランケット？パジャマス。パジャマ。パジャマだった。ごめん。パジャマでしたこれ。OK。おお。グッド。メニューはファーストクラス専用のメニューです。英語なんで何書いてあるか分かんないんですけど、さっき説明を受けたのはこの日に特別のメニューがあるらしいんで、それをお願いしたいと思います。で、お酒とかはね基本飲み放題なんですけど、そんなに今のお酒を飲みたくないので、水にします。離陸しましたね。これから機内サービスでご飯が出てきます。ちなみに隣の人との席は仕切られました。まずね、最初の料理がこちら。これはサーティンっていうのかな、肉っぽいですね。ちゃんとこういうお手拭きもついてます。肉ですね、アジアっぽい肉。機内食来ました。これは和食ですね。豪華ですね、機内でこんなの食べるって。いただきます。ごぼうもすごいわ。なんか機内食って美味しくないなと思うんですけど、レストランで食べるぐらい
酒みたいですね。コース料理みたいな。しました。ファーストクラスの旅めっちゃ快適でしたね。全然移動が苦じゃなかったね。まるで家のベッドで寝てるかのような感じでずっとゲームして一瞬で着きました。これからね、入国するんですけども、なんとシンガポールでは VIP は特別に別の入り口から入国できるんですよ。普通もあっちに行くんですけど、僕は VIP 待遇なんで特別なゲートから入ります。ちなみにこれ条件があって、一応マリーナベイサンズっていうホテルのカジノに行くんですけど、そこにある程度のお金を持っていけばこういう風な裏口から入れます。なかなかこういう風に VIP 待遇で待遇が変わるのはないですよね。他の国ではあんまり聞かないです。イミグレーションです。ここから通ります。入国完了しました。ここで待機します。特別室です。はい、無事入国してね、今係の人がバッグを持ってきてくれるところです。モノタグを通じて伝えたかったのは、クレジットカードのねポイント、そしてマイルに変えることでファーストクラス乗れますよってことですね。まあ、正直個人的にはシンガポールって大体8時間9時間ぐらいのフライトなんで、あっという間っちゃあっという間なんですよね。だから全然エコノミーで十分だなって思います。まあ、ずっとゲームしてれば時間過ぎますんで。大切なことはこのエコノミークラスを取るにしても、まあ、マイルで取れば飛行機代かかんないんですよ。ちょっとね小難しい話をすると、アメリカ系の会社だったら燃料代はほぼかかんないですけど、日本は法律的に、日本発の、便っていうのは燃料代が絶対かかっちゃうんで、全く無料ってわけにはいかないんですけど、まあ、本当に安い値段で行けます。だから普通に飛行機から乗ってバカらしいんで、僕はもうここ何年も緊急の時を除いたら買ってないですねっていう感じです。よし、着いた。まあ、こんな感じでね、まあ、これからちょっとまあそっからカジノしてくるんで、現金もねちゃんと無事、現金なくなったらやだな。大丈夫かな。あったあったあった。これで、ちょっとぐらい遊んでこようと思います。まあ正直カジノは勝てないんでね、まあ、なくなったつもりで行ってこようと思うんですけども、この動画はここら辺で締めたいなと思います。普段ね、見れないような景色をみんなに見てもらえたかなと思います。この動画いいと思ってくれた方は高評価低評価どっちでもいいか押してください。そしてチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。